いろいろこう楽しみながらこう入っていける。これがまたいいですね。え、切れてるんですか。ちょっとフリーです。22です。あります。いやー、来ましたね、このオール馬州。もうこれでね、スイッチが入りますね。こっから競馬で気合入りますね、この匂いで。行ってみますか。ここにもビーカーがあります。なんうまくいきますここ TCK、 この夜遊びしようぜみたいな感じのタッチなあれがいいですね。早くまたみんなできるようになったらね、楽しいですけど。で、入り口はそこになるんです。一般の人はここからはちょっと無理ですね。関係者入り口、関係者入り口、少々見せて入る。動画でも行きましたけど、こっち旧車なんですよ。うわ、すごいね、マジで。でも旧車だからね、ここ隣はね。もう馬の声が聞こえる。旧車と競馬場がもう近いんで、まあいいっすよね。馬が餌食べる。馬いる、餌食べる。いろいろこう楽しみながらこう入っていける。いや、天気も良くて、競馬日和です。ああ、熱ですね。はい。通行証ありますか。ああ、通行証、すいません。あ、すいません。あと、どうして、今日、お、あ、なんですか、エコバッグです。お、これ、これ、お配りします。どうも、どうも、どうも。ここ、パドックですね。やっぱいいですね、このね、競馬ですかなと。これがいいね、競馬場は。まあ、前回の動画でもあれだったんですけど、ちょっと集中してるかどうかとか、あんま仕上がり、まあ、ちょっと太いかとか、今結構気になりますよね。腹がボテッとしてるから。行きましょうか。行きますか。席を取るんで。ここね、本来ここでビールとか飲めるからいいんだよ。そうね、このね、ハングシとビールともつ煮が超うまいです。もつ煮とね、レモンサワーとか、ここに席を取りに行く。なるほど。2レースですね。2レースのマリキンサックル。マリキンサックル、これですね。そうです。あ、これですか。あ、そうです、そうです。あ、それでね、これね、17年ですよね。結構古いです。22ですか。あります。あ、大丈夫だよ。もう今20年、2020年ですけど、今22です。あ、そうなんですか。シンプルだ。馬の写真が綺麗。今日お連れの方、同伴者。それで携帯必ず来てください。ありがとうございます。危ない。まさかの馬の写真が綺麗だって。入ることができました。てか、馬出てるんですよ、今日。ちょっと、ね、馬がいるってことは多分資格が大丈夫だと思うんだよね。まあちょっと、こんな感じのスタッフですけど。何か今日は。自分の馬が全く無印の時って結構ショック受けるじゃないですか。なんでそういう時どうするかというと、僕的にこれマジックなんですけど、ちょっと見てください。無印のマネキンさっき、じゃあ面白くないんで、こういうふうに自分で20まで書いちゃうんだよね。これで、お、なんか今日いけんじゃねみたいな。これいけそうだな、今日、みたいな感じで。っていう、自己満足。これいけるよね。全員20。これ絶対いけるわ、みたいな。マリキンはまだまだ。おー、さあ次はマルケンサックルの出番です。さあこっからパドックに行きましょう。
ゃあ本日はお疲れ様でした。いやー楽しいですね、やっぱりこの競馬場はいいなって感じですかね。では今日遅くまでありがとうございました。どうも遅くまでありがとうございました。またお願いします。またお願いします。ではでは。